痩せにくいよって思った人は今回のメニューを一緒にやっていきましょう。代謝を高く保てます。腹筋の上部、中部、下部、お腹全体やっていきましょう。見ながら真似してください。鼻から吸って口から吐きながら、ふー、腰を丸めて、息なくなったら起きます。OK です。今度は片足曲げます。持ち上げて同じようにしっかり鼻から吸って口から吐きながら、お腹を引っ込めて最後に起きる。いきましょう、スタート。しっかり開いて、しっかり締めて、締める。反対も一緒です。いきましょう。OK です。次は両足です。同じように吸って吐きましょう。スタート。鼻から吸って口から吐く。長く長く吐いて、腰丸めながら、息なくなったら最後にさらに締める。OK。 で、今度は足をパカッと開きます。これで同じようにしっかり呼吸して吐きましょう。スタート。しっかりあばら開いて、息吐く。ふー、開くなったら、Okay、今度は息がなくなったら足を伸ばしながら起きます。今度は交互いきましょう。真似してください。吸って吐く。ふー、鼻から吸って口から吐く。ふー、吐いて吐いて、腰丸めながら、どんどん腰を丸めて、OK。 で、次寝たままです。鼻から吸って肋骨開いて、息吐きながら最後に起きる。いきましょう、スタート。しっかりね、肩を動かしましょう。
まず肘をつきましょう。そして足を組みます。この時にお尻が床について腰が浮いてると思います。この腰を床につけたり戻したりしましょう。これを息吐きながらやっていきます。あとふうふうっていう感じで腰を床につけます。腰が床につけれないと腹筋中はお腹の力が逃げてしまいます。しっかり腰を丸めてお腹を引っ込めて、はい、反対いきましょう。スタート。腰を床にペタッとつけます。この腰つけた状態が腹筋の最中の状態です。次は腰を床につけたまま息をしっかり吸って吐きます。スタート。5秒から7秒息吐きます。で吸って腰を床につけて息を吐き続けます。反対も一緒です。いきましょう。スタート。ふーっと息吐きながら腰床つけたままお腹どんどん引っ込める。で吸って吐く。お腹どんどん引っ込めて腰床つけたまま、それでは腹筋メニューに入ります。足を組んで手で足首持ちましょう。これで体を起こして止まっておきます。スタート。ふーで息を長く吐いて、さっきの上半身を作ります。腰は床につけて、さあ反対です。足首持って体を起こしましょう。スタート。しっかり腰を床つけましょう。息止まらないように吐きましょう。はい、足また組んで、今度は手を伸ばして上に起きたら戻りましょう。スタート。多分これが一番首が疲れると思うんで、この後はね楽になります。反対も一緒です。いきましょう。スタート。マイペースでいいですよ。背中が少し浮けばいいです。次はまた足組んだら、今度はね腰床つけて足を動かしましょう。スタート。できれば足を下ろしても腰が浮かないように下腹を動かしましょう。反対です。いきましょう。スタート。ラストです。足を組んだら足を上げる、腰床つけて体を起こす、これでキープです。ラストいきましょう。スタート。足組んでおきましょう。
これで下腹すごい使います。息止めないように吐いて、あわー、いてててて、てさあラストいきましょう。スタート。あー、いってー。